よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスです。いやー、これするのめっちゃ楽しみにしてるわ、毎日。さあ、行くぞー。なんだっけ、文化祭だっけ？あ、合宿だ。今日から合宿だ。よーし、気合い入れていくぞ。夜風が気持ちいいなぁ。あれは、お風呂の窓では、何？あ、これ覗いたら CG 撮れそうだな。いや、これは行くでしょ。どの窓を覗こうか。うわぁ。これはね、右だな。右手の法則だな。誰かは知らんが、神様ありがとう。全然見えんや。え、ノイローゼになってしまった？ふざけんなや。頑張れや。今日から新学期だって、これ何もしてないけど、大丈夫かこれ。ということは、ここは、ふむふむ。うわ、出た。茶色の髪の毛の子。え、あの君は？あ、僕のことなら気にしないで。あ、続けて続けて。これキャベツの子じゃない？最初多分パート1のさ、サムネになったやつかな。あ、というわけで答えはこう。人にな、物を教えるときは3倍の知識がいるんだよ。意味がわからんけど。はっはぁ。じゃあこれが教科書のこれだからこうなるでしょ、うんうん、で、これがあれを使うとそうなるのってどういうこと？そっか。わかった。助かったよ。ありがとね。じゃ。じゃねー。ところで今のは誰？キャベツの子だって。一文字さん知らないの？一文字切り。うわ、出た。なんだよ、人を幽霊みたいに。出た。急にお前が悪いから悪いんだよ。それにしても一文字さん。ああ、一文字あかねっていう名前だよ。あかねな。かわいいし。こいつ変態やな。なんかいる。なんかいるよ。いつもいないのにいるよ。全部ここら辺のカットしてるけど、今回はと思ったけど何もない。やばいよ、もう9月29日だぜ。帰ってゲームするぜ。あ、白雪さんだ。何？ぐ、生徒会長まだっすか。いや、俺は生徒会長が来るまで来ない。来ないじゃねえよ、行かない。やばいぞ、このままこのままだと終わってしまう。もう10月だよ。あ、もう11月だよ。11月って言ったらあれじゃない、文化祭があるんじゃない。風が気持ちいいな。ん、誰だろう、同じ学年みたいだけど。あ、帰るのかな。気になる。どうせ女の子だろ。女の子でしょ。だがしかし、いや、屋上っていうことは生徒会長の可能性が高いぞ。はい、誰こいつ。何かよ。なんだこの綾波みたいな感じは。用がないなら私帰るから。あ、待ってよ、名前教えてよ。こんなシーンリアルじゃないな。やす、かおり。それじゃ。え、今なんて言った？あ、ちょ、待てよ。よかったら今度遊びに行かない？こんだけね、こんだけの積極的なね、男はね、今の世の中いないよ。うん。私と？そうだけど。お、マジで？都合が合えばいいの？じゃあ毎日連絡するよとかなっちゃうよ。ああ、行っちゃった。ま、名前が聞けたからいっか。あとで匠にいろいろ聞こう。ああ、あいつな。あいつマジで。便利屋だな。ああ、やっぱり11月3日は文化祭だ。さて、部の出し物に行こう。あ、俺なんだっけ？演奏学部か。演奏学部だけどさ、別に大して、よーし、頑張るぞ。大して練習もなんもしないけどな。うん。ずーっと家で勉強か筋トレしてたわ。ただいまより演奏学部の演奏を開始いたします。ごゆっくりお楽しみください。イエーイ。ドゥンドゥンドゥ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 。ま、こんなもんかな。ふぅ、文化祭も終わったな。っていうか、
あの演奏微妙だったな。なんかもう待ってる間暇だったんだけど、寂しい文化祭だったよな。早く帰って寝よう。やべえ、なんもイベントが起きない。生徒会長何やってんだよバカ野郎。さて帰ろう。いやしかし何も起きねえな。うわ、いただ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 、ごめんなさい。この声は、あ、まだ出てきてない。3番目の声な。3番目の声。そっちこそ大丈夫？はい、私はへっちゃらです。これ絶対年下やろ。そうかも。すぐに冷やさなきゃ。私ハンカチ濡らしてきます。あざっす。あ、いいよいいよ、我慢できる痛みじゃない、我慢できない痛みじゃないし、放っておいても大丈夫さ。キリッ。行って行って。ところで君、もしかしたら急いでたんじゃないの？あ、そしたら、いけない。俺はもう大丈夫だから、もう行った方がいいよ。ごめんなさい。じゃあこれで失礼します。あ、なかなか可愛い子だったな。しまった、名前を聞くのをすっかり忘れてた。わ、どうしたの？あの、お、これ名前、よかったら。おお、来た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 。やっぱ高校生だからさ、多分人が多いんだろうね。カレーだけど、多分ね、伝票じゃねえよ。名前のさ、あれ、カレーライスっていう名前があったらさ、お前これ狙ってるだろってなるだろ。私は桜楓子って言います。桜楓子、子いらねえだろう、子いらないだろう。楓でいいじゃん。ん？何かな？野球に興味ありませんか？興味ねー、めっちゃ興味ねー。野球？いや別に、なんというか今のところはっていうか全く野球の知識ないんだけど。いえ、それだけなんです。それじゃ、じゃねー。野球に興味があるかって？さくらで終わったっけ。さくら楓子か。野球のマネージャーなのかな。いや、ほんと野球は全然興味なくて、やるのは別にいいけど、まあほとんどもやらないけどな。何にも来ねえよ、やべえよ、生徒会長早く来いよ。お、来た、期末テスト。てかやべえ、何も起きねえな。やべえ、このままだと俺クリスマス一人でぼっちになるなっちゃう。俺のリアルと同じになっちゃうよ。やめて、やだよ、クリスマス一人はやだよ、やだよ。街に出て彼女と一緒にデートするんだ。さあ始まりました、第1問は国語だ。完璧だ。やべえ、生徒会長来んぞ。電話もできねえんだよな、やっべえ。うわー、これ最初あれなんかな、生徒会長とか他のやつは狙えないのかな。そんなのやだよ、そんなのやだよ。お、来たぞ、テストの結果が発表されてるらしい、見に行こう。あ、でもこれあれだよな、クリスマス前に彼女ができるパターンだな。完璧だな。うーん、いい出来だ。うわ、あいつバカじゃん。生徒会長バカじゃん。なんだよ、は、ゼロ点があるぞ。おい、数学ゼロ点かよ、バカだねー。あ、しかもこれあれなんや、あ、総合先生か。すごいバカを選んでしまったな俺は。うわ、生徒会長でバカで電波ってやばいな。うわふざけてる。あ、でもなんか異様に社会だけは高いぞ。あー、しかし点数高いね、すごいね。100点、100点、99点、93点、56点、お前どうしたってなるけどね、一番上のやつ。カレーライスはカレーライス、国語100点だってさ、やばいな。あ、国語ってあれか、文系に入るんか。なるほどね。83かな、何やってるの83。あ、こいつか。綾波みたいな感じになりやがって。俺何かしたっけ。え、それだけ。お、来た来た、生徒会長、電波で頭は悪い、髪の毛の俺の好みな人。最初に狙うと言ったからな。よ、赤井さん、どうしたの？教科書貸してくれ。うん、いいよ。何の教科書？お前が持ってきてる分全部。は、バカじゃねえの。今日に限って生徒会室の鍵を忘れてたんだよ。
あそこに私の教科書あるんだよ。いやでも声優さんは俺の好みじゃないな。もうちょっと可愛い電波が良かったな。今日から冬休みだ、やったぜ、クリスマスイブ前だぜ。はいはーいっと。もしもし。はい、イカレですけど。で、たくみか。ああ、いたいた。今から遊園地に行こうぜ。男同士で遊園地。は？正気か、なんでお前なんかと。怖い冗談言うなよ。お、ちゃんと女の子も二人いる。やるな。誰？これは来てからのお楽しみだよ。なんだと。いいから早く支度して出ろよ。じゃな。しょうがない、急ごう。パッ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 。5分で終わるからな。でもさ、これさ、こいつ多分喋らんやったら女の子側に入るんじゃないか、容姿は。ちょっと、これだ、すまん。遅いよ。ごめん、お前が突然呼ぶからだろ。あ、それも一理あるね。こいつ、さて、ふざけてやがる。じゃあ、紹介する必要もないと思うけど。お、日の元。あ、ごめん、お前らか。お前らかよ。お前らは俺のランキングに入ってねえんだよ。あ、光、うーずんさん。名前忘れちゃったな。楽しもうね。ま、今日一日。そやな。またコインランドリーとか乗るんかな。じゃあ、まずはジェットコースターに乗ろう。じゃあっておかしいけどな。お前、誰と一緒がいい？おお、たくみと一緒がいいぜ。ジェットコースターならまあおかしくないか。どういうこと？ああ、なんでもないよ。まさかお前あっち系なのか。ああ、ジェットコースターのね、最初のこの感じいいんだよな。ジェットコースターの電力って全然使わないんですよ。高い理由っていうのは勢いでそのジェットカーソーはジェットコースターを動かすために高くしてるだけであって、本当に電力使ってないんですよ、このジェットコースター。という豆知識をね。隣で男の悲鳴を聞いても何にも嬉しくない。いや、そりゃそうだろ、こいつ。いや、それは同感するわ。じゃあ隣の男がメリーゴーランドに乗ろう。って言っても全然あれだからな。もうなんか全然嬉しくない。まあ楽しいけどな、多分。メリーゴーランド、お前と乗るの？たくみ、一緒に行こうぜ。これか。いや、お前も断れよ。メリーゴーランド男二人ってやばいだろ。お前正気か？いや、半分冗談で言ったんだけど。そうだよな。でも、お前と乗るのかよ。虚しくなかったか？いや、虚しいというか、なんというか、長かった。あ、じゃねえよ。なんであんな長いんだよ。せめて飛ばせるようにしようぜ。じゃあ、そろそろ帰ろう。ジェットコースターとメリーゴーランドをこいつと乗っただけで帰るってすごいな。やば。異常者や。これで今日は楽しかったとかいいんだろ。またみんなで来たいよね。そこら辺は何も触れんのよね。なかなか面白いのね。またいつかこのメンバーで来ようよ。じゃあ生徒会長。はいはいと。はい、カレーです。私よ。なんだよ。あら、あなたバカじゃない。え、昼間の遊園地、あれどういうつもり？楽しみにしてたのに。あんたのあの態度は何よ。め、彼女すっごく傷ついてたわよ。めっちゃ怒られてる。やべえ、めっちゃ怒られてる。やっべえ。ごめん、狙ってる子が違うんだよ。え、いや、だってあれは仕方ないんだ。何もないわ、あんたの無神経さ、最低よ。いや、俺ってまず遊園地に行かないけどな、絶対断るわ。いや、俺の話は少しよ。取り繕ったって無駄よ。それに私は光を悲しませるやつなんかの話を聞く気はないわ。みじんほどもね。わおばちゃんうるさいよ。ぜいぜい変な噂が流れて。ツンデレすぎるだろこいつ。気をつけるのね。ツンデレすぎだろ。大変だ。どうしよう。新しい一年の始まりだな。年賀状は来てるかな。
光の年賀状だ。あ、そういえばそうだよな、7年ぶりに再会したんだよな。おっ、ドリル。俺のドリルはこんな年賀状とか俺もらってないもんな。基本もらわないからな。あー、どうしようかな。初詣、女の子を誘う。誰がを誘おうかな。やべえ、バカな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 。え、嘘、嘘、嘘、何もできないじゃないか。待ってよ、お前だけしか行けないのか。よし、控えに電話し、うわぁ、浮気だ、これは浮気だ。いや、これひどくない、選択肢。ってかさ、生徒会長は多分ね、能力によって、あれなんだよな、選べる彼女が、条件が出てくるんだろうな。もしもし、日野本さんのお宅でしょうか。電話来そうな気がしてたんだ。嘘つけ。今日はどうしたの。今から初詣行かない。え、初詣、え、行く行く、すぐ支度するね。ケツの軽い女やな。じゃあ砦の前で待ってるから、じゃあね。よし、行こう。光、まだかな。お、来た。や、光。すっごい、私より早く着いてるなんてさ。それはすごいのか。いや、俺は今ちょうど今来たところなんだ。そうなんだ。とか言いながら2時間ぐらい待ってるとかね。さて何をお願いしようかな。うん、恋愛。光と、光と？え、もうこれ光ルート行っちゃった。その願い叶えてし。誰や。お、なんかその気になってきたぞ。え、嘘ん。あ、おみくじだ。そう、そうだな。やらない。引いてもよかったかな。え、待って、ちょ待って、こいつになっちゃうよ。待って、それならさ、ちゃんとこいつと文化祭一緒に回りたかったよ。てか生徒会長まだ、そうだな、1年が控えと一緒に始まったわけだ。え、それって、やだな、からかってるでしょ。深い意味はなかったんだけどな。こいつ最低だな。やべえ、このままだとマジで終わっちゃうぜ。今日から新学期だ。やべえ、終わる、もう11月11日。ん、あれは赤井さんが来た。生徒会長のイベントやっと来た。おーい、赤井さん。あれ、これから体育なんだぜ。わーい、みたいだね。それにしてもなんか嬉しそうだな。さーて、一暴れしてくっか。じゃあな。体育の時間？体育の授業だろう。格闘技かなんとかと勘違いしてないか？いかいか。お、あ、2月14日。あ、光。はい、ギリチョコ。嬉しいでしょう。お前よくはっきり言えるな。驚きだよ。暗い顔するよりずっといい。確かにな。よう。うわ。なんだ、どうしたんだ、たくみ。バレンタインデー。もしもらえなかったら俺の分けてあげるから。うわー、こんなやつおるな。たくみくん、チョコあげるからいらっ。はいはい。なんやこいつは。もうやりちんか。騙されてる。あれ、あれはジュンじゃないか。おーい、何を走ってんだあいつ。とにかく追いかけてみるか。たた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 。おい、ジュン。なんだお前か。誰だっけ。あ、こいつか。あからさまに変だぞお前。聞いてくれよ、実装さ。なんだ。女の子からチョコもらっちまったんだ。それだけ。え、やったじゃないか、おめでとうジュン。こいつバカか。本当にジュンなやつだな。お、来た。やあ、赤井さん。ほら、やるよ。お、え、ほんと？やったよ、嬉しい。やったって、あれ？気づいたみたいだな。遠慮すんなって、じゃな。なんだこいつは。ま、待て、バカ野郎。紙が入ってるだけで中身はないじゃねえかよ、バカ野郎って。すげえな、そんな、
そんな感じ。今年は1個チョコもらったな。まあもらえただけで十分だよな。彼女できねえなー。狙おうとするからこうなるんだ。さあ帰ってゲームするぜ。こいつゲームばっかりな。お、来た、赤井さん来たー。やっと生徒会長来たな。多分条件が揃ったんだろう。一緒に帰ろうと誘う。待ってよ、でもこの時期にさあれなのに嫌やな。なんだ、よかったら一緒に帰らない？じゃあどこ寄って帰ろうぜ。お、いいね。そうだ、飯屋行こう飯屋。当然お前のおごりな。待て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 、こいつさ、こいつさ若干俺になんだけど。あ、飯行こうぜ、飯飯みたいな感じで。まあその時は俺が出すけどな。今日はホワイトデーだから大変だよ。返す女の子多くてさ。返さなくていいじゃん。はあ、そうですか。じゃあね、バイバーイ。くだらん。あれ、お前はお返しはもう渡したのか、ジュン。まだだけど必ず渡す。ジュンのやつめ。さて俺もお返しと渡すか、台に渡そうかな。うおー、イエー、返すぜ赤井。うん、赤井さんに返そう。赤井さんいないかな。あ、赤井さん。いや、こいつとこいつの BGM なんか戦いそうな BGM なんだけど。赤井さんほらお返し。サンキュー、感謝してくよ。中身何も入ってないけどね。さて帰ろ。あ、光だ。無視して帰る。まあいいか、帰ろう。やっべえ、やっべ、ギャルゲーしてねー。全くギャルゲーしてねえぞ。なんだ、グランドの方が騒がしいな。行ってみるか。いや俺春って好きなんだよな。ずいぶんと下船な学校なのだ。出たよ。え、あれさ、子供の時のさ、あのちっちゃい女の子ってこいつになってんのかな。いやだな、お前帰れよ。おい、ふざけんなや、そのギャップ。申し訳ございません。ほら、メイ様言ってるよ。ああ、よい。ゲゲ、ヘリで投稿。あれは、異臭院家の紋章。あの子、異臭院家のお嬢か。なんで響き学校に、あ、響き高校に。まあいいや、触らぬ神にただりなしだな。貴様。聞こえません。なんも俺は聞こえません。ちょうどって、ついでにメイのカバンを持つのだ。メイのカバンを持てるとは光栄なやつなのだ。なんで俺が。お前それはやばいぞ。もう持たせていただきます。お前羊だから持てや。また同じクラスだよ俺たち。またかよ。悪かったな。いやでもね、右はいるから、匠はいるから、まあ仲良くやろうよ。あ、私に生徒会長をください。クラスの女の子に挨拶してくるから。お前ほんとすごいな。つまら、極端なやつだ。お、一文字。あ、一文字さん、一緒だね。おう、そうなんや。とりあえず1年間よろしくね。よろしくね。やべえ、全く来んぞ生徒会長。お、どうしたんだ。珍しく暗いぞ。知ってるか、八重さん。あ、八重で。したんだってさ。八重、あれか、あの綾波の人か。え、そうか、八重さん。ギャルゲーしてねえわ。おお、めっちゃ爆発してる。大丈夫。あ、なんだか俺が誰かの女の子をひどく傷つけたということになってるらしい。はぁ、あ、とにかく匠に電話してみよう。あ、光だろ。あ、これバッドエンド路線。はい、榊です。おい、あ、カレーだけど。いやー、女の子傷つけたやつ。おいおい、軽い冗談だった。おい、実はその件だよ。
俺が光を傷つけたという話らしい。どうしよう。何もやってないじゃないか。さあ帰ってゲームするぞ。お、来た、赤井さんだ。一緒に帰ろうと誘う。よし、来たぞ。やっと来たか、赤井さん。顔なんだ、お前かよ。呼んだからには用があるんだ。飯食い行こうぜ。飯飯、そんなつまんねえ用事、飯おごってくれ。なんだとなんだとなんだと最悪だな。やべ、先読みされたぞ。え、あ、そうなんだ。じゃあね。残念。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。